さんの思いと感情でございます。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。ただいまご覧いただきましたのは後期高齢者の平衡バランス感覚、おっとどっこい大丈夫の歩行訓練でございました。重虎さん、重虎さん、はい、重虎さん、前に真ん中に真ん中に、このおっとどっこい大丈夫というのはですね、どういった意味なんですか。これはね、今年のね、流行を対象にした。それはまずはね、はい、おっとどっこい大丈夫。おっとは、はい、昨日天下の七三昧の熊田商店の声が声大丈夫だったの、はい、とりあえず、はい、そこで言うのかですけどね。これ考えるのも大変だったんだね。この天国と地獄ね、最高だったね、演奏の方が素晴らしかったね。ということで、はい、いよいよ出番ですね。出番ですね。私の歌で、はい、やるでしょう。今回は、はい、何を今回はですね、うちのおじさんのフランク・シナトラの、ちょうど1966年のラスベガスの、サンズホテルに正月の5日から2月の4日まで約1ヶ月間連続でライブをやったっていう、バックが、カントベイシー、指揮がクイシー・ジョーズで、これをうちの OB のアレンジャーの三塚トミキがアレンジしてくれたということで、どうぞお聴きください。ウェア・オア・ウェンでございます。ひろのちゃん、行ってみよう。So it's the
ありがとうございます。